はい、こんにちは。はい、こんにちは。じいちゃん。さあ、また食べる系でございます。お腹いっぱいシリーズ。実はね、最近またペヤングでくだらないものを発売しました。くだらない言うな。そう。はい、これ。じじん。見えるかな？極激から。極激。前まではあのエンドだったんだよね。そう、あのペヤング激辛マックスエンド。エンドって普通終わりって意味やろ。でもあの当時はそのこれあれが限界だったんでないですよ。あれより辛い調味料ないよぐらいな。泣け振るほど辛い強い辛い辛みが強いので小さなお客お客様お客様じゃお子様や、お年寄りには食べさせないでください。あ、俺やん。はい、今日の動画ここで終了です。辛みが苦手な方はと苦手です。マックスエンドの3倍辛いっていうさ、そうそう、その評判の時点で俺はもう勝てる気ないから。エンドの3倍だからな。正直チーズ1キロの方が余裕だなって思ってるから。おお、すげえな。でもじゃあ今からね、実食してみたいと思います。極辛ソース見えねえ。これこんな感じ。辛そう、なんか普通のいつものペヤングのソースみたい。かけまーす。かけまーす。うわっ。うわ、なんで。もう、ラー油が出てきた。この時点でアウトやな。うわっ、匂いきつ。俺マスクしてるからわかんねえわ。なんじゃこれ。ああ、しまった、ゴミ箱ないな。うーわっ。うーわ、すっげえ辛い匂い。匂いわかりますか？あ、ダメだ、目に染みてきた。すげえ匂いがする。あ、もうダメだこれ、匂いが。あかんやつだわ。嘘でしょ、もう諦めてんの？いや、もうね、ん。あ、鼻に来るな、意外と。あの、今回のエンドと違って、あれがきつい、何だ、ウーシャン、ウーシャンじゃないわ、中華料理に入ってるウーシャンじゃないの？ウーシャンか。うん、ピリッと辛いスパイシーな、うんうんうん、あれの香りがきついな。あ、でも辛い匂いはする。いらんよ、そんなにいらんよ、そんなにいらんよ。俺バカ野郎、麺一本でいいよ。うるせえバカや。はい、10%、5%。ああ、 5% も用意された。では今から食べてみます。頑張れー。吐き出しちゃった俺。飲み込んでる手元にある。そういえば、吸ったらか。吸ったらダメ。辛い。なんか俺カレーわ。あ、舐めてた俺。唇が痛い。だから言ったじゃん。噛めね。牛乳いる？いらね。辛い。辛い。あ、そうそう。うん。エンドはさ、うん、唇まで辛くならんもん。あのさ、鼻の穴が辛い。単純計算、これ食べきれます？食べきります。おお、頑張ってください。はあ、ああ。二口目に行くのにやっぱり時間はかかるんだ。そう、あのね、辛いんじゃない。ん、痛い。涙が出てきた。あんた辛いのでもだいぶ強い方でしょ。うん、ちげんだな。お、なんていうの、辛さとうまいは両立できてるんですの、ちゃんと。ペヤング。あ、あのね、ウーシャンがもうすげえ邪魔しとる。ウーシャンが邪魔してるって言ってわかる人何人いますか。あのね、ふーってやっても痛い。口の中のダメージが尋常じゃないようです。うおお。そばがバババッと当たったとこはもうはるかに痛い。
あ、もう当たったところはアウトですか。うん、やけどよ、うん、もうメイクやめた方がいいかもしれない。1本か2本にしてみ。だから言ったじゃん、俺1本か2本でいいって。これは牛乳用意してある。うん、牛乳あるよ。水もあるよ。やめろ。動画じゃん。プライベートならまだしも。でもこれが多分今 YouTube 界で一番辛いやつでしょ。どうしようこれ。まだ半分ぐらい残ってるよねこれ。あ、でもすごい汗かいてきてる本当に。沈黙したけど大丈夫。これお蔵入れにしよう。え、ギブギブ。あの良い子の皆さん、真似しい方がいい、飛びつかねえ方がいい、これ。マジか、辛いの得意なあなたが言うのそれ。辛い楽しみじゃない、もう痛い。デスソースを本当に小さじ1杯舐めたような気分。うん、これはこれはね、もうね、ソース焼きそばじゃないもん、もう赤いもん。これわかるかな、赤いのよ、そもそもが。なんかなんていうか、あのソースの黒さじゃないよね、あのめちゃくちゃラー油だけをかけたって感覚。水を止めるともう痛いもん、ここまで痛いもん、こういうふうに。いや、ほんと皆さん、 YouTuber の人たちもさ、面白がってやらない方がいいと思います、これ。うん。二口でね、上唇を舐めると唇の上が辛くなるし、今度下唇を舐めると下の唇まで来とるもん。あ、そっか、ベロについた辛い成分がその舐めたところまでいっちゃうのか。そう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 。ああ、やばい、歯茎が抜けそうなぐらい。あのさ、そんなひどいこと言われとるもん、俺に今から食わせようとしたの。一番辛み成分が感じる下の部分が痛いもん。甘いとか塩を感じると痛くないんやって。あ、一番真ん中のあの辛みを感じるとこが、まあ、汗出てきてるね。俺今汗だくないわ、あなた。よう食べるな、でもなんかもったいないもん。いや、もうね、最強だ。あのね、匂いしたせいか、コーヒーに鼻のこの縁まで辛いね。あ、タオルか、これで拭くんだから。これで服もね、広がってくるかな。あー、すごいね、触るもん全部辛くなる。うん。もうちょっと。あ、お、あと一口。おお。完全に俺がアシスト役になってるんだよな。うん。ラスト一口っぽいところ。あと一つ、こんだけ。いや、でもすごい本当に。あとキャベツだけ。俺絶対食べきらん思ってたもん。ん？もうエンドの3倍は無理だよって。まともな人ならどっかで止めるよと思ったから止まらんかった。なぜお皿に分けるのだ。汁いらん。なるほどね。これね。あー、この汁は確かに凶悪そうだな。さあ、あとね、こんだけ。はい、食べます。もう、うんうんうん。ごっち。ん、今気づいた。広げれば広げるこっちまで来てる。ここが痛くなってきた。ここね、たらこ唇の範囲が上がった。これ、はあ、気が重いな。これ犬に舐めさせたろうかな。虐待虐待。嘘。私はちゃんとね、牛乳があるから。牛乳に治るかな。先に牛乳飲んどいた方がいいぞ。なるほど、膜を張っておくのだな。うん。
じゃあ行きますか。いただきます。一気に食った方がいい多分。一本一本の食うと、あとあげる、いらんもうガガッとまとめて行って、それで一瞬で終わった方が早い。うん最後戸惑うプロの意見だ。うん俺も思ったもん、最初に最初に一気に行った方が良かったと思ったもん。あ、これ良くないな。これ良くない。ダメだなこれ。ダメだなこれ。ダメだなこれ。だろう。飲み物飲んでもその辛さの膜が全部舌をいじめてくるんだ。辛いが止まらないんだ。辛。涙で？一口だったらまあ大丈夫じゃない。そう。本当は舐めたとこから痛くなるわ。すげえなこれ。だろう。だから口舐めたらあかんねん、唇を。上唇痛くなかったのに痛くなったもん。カレーから舌出すやん、って、うん、もうその時点で舌触るんやって。ああやべえこれ。ああマスク邪魔これはようこんなん食えたね最後まで。えカレーひどいなこれ。食いもんじゃねえな逆に。だから言ったじゃない、なんかもっと対策してから挑むべきだって。これあれやな、飲めいいよ。いや、あなたがでもなんていうの、水空っぽにすると思わんかった正直。は空っぽにした、空っぽ飲みたくないんやって本当はお腹が膨れて飲みたくないんや。ああはいはいはい。だけどよ何かにごまかさんとかね、口なんかがはい皆さんね、バカなことはやめましょう。でもクエンカラスでもねえやこれマジで、うん、クエンカラスではない俺には。俺これ一杯なんていうの全部食いきれって言われたら一日かかるよ。は食えない辛さではなかった。いや食える範囲でやってるなと思ったペヤングも、うん、ただよ、遊び半分で食うのはやめた方がいいと思う。これあのね、ほんと皆さん、やめた方がいい。むやみにやるのはやめた方がいいと思う。俺はそう思う。もう汗ひいたもんほらもう食べれん辛さっていうか、ほんと5、4、6からカレーとか、ココイチの、ココイチの6からこんな辛いの。そんなもんぐらいじゃないかな、わかんない、そのぐらいに感じた。でも10からまではなかったな、ココイチすげえな。ってことはこれもっと辛くしようと思えば辛くできるってことか。これ食べれればほんとここ、うん、ココイチ別に6からとか食えるんじゃね、7からまでいけるんじゃね。ココイチの10からどんなよあの